たか。ってことは、出向いたタイマシたちはみんな帰り討ちに会っちゃったのね。だからやめとけって言ったんだ。で、どんな刀を売ったんだ。まあ、やってみりゃわかるな。僕たちがあのタイマシたちと戦う。拓郎はしぐれに勝ってね。頼む。よっしゃ、追っ始めるか。やりやがるな、だがよ。お前の腕は悪くはねえよ。だが、せっかくゴーマになったってのに、ただ出来のいい乱月流じゃねえか。それじゃあ当主の俺に勝てるはずねえだろ。なら、見せてやるよ、俺の剣をな。どもれた。今のは良かったぜ。片手を捨てて首を狙うとはな。気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜ。それでいいんだよ、それで。よし、今日はここまでだ。いいか、てめえら、もっとすげえ刀を打って、もっと腕を磨いて俺を斬りに来い。斬ってやるさ。何百回負けようが、何百年かかろうがな。いい悪い顔になったな。ええ、いい悪い顔だ。なんという人。自分の心配をした方がいいんじゃない。あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。あの人強かったね。ああ、奴らは強い。けど必要なら倒す。どんな手を使ってでも。バンエルティア号が来たぞ。行きましょう。俺も連れてってくれ。俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせる。だが、ゴーランに勝つには、その刀を振る神業を超える剣士が必要だ。アイゼン、船にこの鎧を乗せる場所はあるか？なければ誰かに着せろ。そいつはいい。頼むぜ、黒金。任せろ。ではでは、グリモワールを見つけて古文書解読じゃ。ボウ、進路は分かっておるな。うん、サウスガンド領、南洋諸島、イズルト。なんだか海賊っていうよりサーカスみたいになってきたな。ベンウィックはゴーマとか平気なの？関係ねえよ。バンエルティアに乗ったからにはみんな海賊、それが俺たちの流儀さ。なんて、船長や副長の受け売りだけどな。船長、アイフリードってどんな人？そうだな、一言で言うと、この海みたいなアゴヒゲ男かな。海みたいな。
おひげ。俺たちはみんな世の中から弾き出された奴ばかりだ。そんな俺たちをすねの傷ひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと？海って優しいだけか？傷があるときに飛び込んだらどうなる？しみるし痛いだろ。それに穏やかな日もあれば荒れる日もある。浅いところ深いところ、渦巻きだってある。怖くて不思議。そう、厳しいけど不思議で果てしない。だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人かな。なんでそうなるんだよ。俺か？俺の説明が悪いのか？ベンウィック、進路変更だ。レニード港へ向かう。副長、急にどうしたんですか？海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ？俺はまだ大丈夫けど、3日目ってことはこの船全員もらってますよね？おそらくな。しかしレニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。すぐにみんなの状況を確認します。全員水分を多めに取らせろ。自分の分も忘れるなよ。了解。全員緊急態勢。貴様らここで何をしている？それはこっちのセリフよ。この奥に何がある？ゴーマを警戒しているというより。あなたが動かしているのですか？違うよ、急に動き出したんだ。アイゼンの金貨のようにこの子と同調。アイゼン、お主は地の精霊じゃろ？何か感じるか？いや、俺よりライフセットの感覚の方が鋭いようだな。止まったけど、なんか変な感じがする。どんな？この前地脈に閉じ込められた時と似てるっていうか。つまりカノ主の力に近い。この先にいるのはただのゴーマだけじゃなさそうね。あ、紫色の花が咲いてる。サレトーマの花だ。清涼はゴーマを警戒していただけなのか？今はサレトーマが取れればそれでいい。そうね。どうじゃ坊、サレトーマは趣味が悪いじゃろ。色の組み合わせなんぞ最悪じゃし。うん、サレトーマは趣味が悪いね。でもこれでみんな助かる。うわあ、ライフセット！薬屋が言っていたゴーマはこいつか？大丈夫？おう、めったに出会わないと言っていたのに。これが死神の呪い？まだ序の口だ。またあの結界！これは一刀対魔師でも張ることのできない結界術。ゴーマでしてゴーマを生け捕りにしているなんて一体何のために？何にせよ、この空飛ぶ虫を倒さぬとサレトーマの花は手に入れられぬぞ。分かってる、やるわよ。おお、まったく飛んだ昆虫採集じゃったの。この虫連れて行っちゃダメよ。処分するからどいて。
清涼が守っていたんだ。殺さずに様子を見た方がいいんじゃないのか。自分で世話をするのよ。うん、世話する。サレトーマの花を確保できた。これで船の連中もエレノアも大丈夫だ。こら、わしも数え。海賊病という死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど、呪いなんてやはり大げさな気もします。俺と旅をして3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると50人目の犠牲者になるぞ。50人？呪いで死んだ仲間の数だ。あの私気を抜くなということだ。はい。目的の花は取れた。船に戻るわよ。なあ、例の手配精霊、こっちを襲うと思うか。奴の狙いはローライネだろう。だが気を抜くなよ。陽動で虫かごを壊しに来る可能性はある。手配精霊、狙いはローライネ。しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい、裏切り者のエレノアといい、問題ばかりだな。それに対処するのが我らの使命だ。清涼が何やら動いてるようだな。虫かごとはさっきの結界のことか。じゃとしたらわしらが襲ったことがバレるな。早めに立ち去るのが正解ね。よう、元気かい。ザビーだ。おっと、喧嘩の相手はまた今度だ。デートに遅れるわけにはいかないんでな。それはアイフリードのものだ。なぜてめえが持ってる。拾ったんだよ、どっかで。茶化すな喧嘩や。力ずくでも話させる。副長さんよ、あんたは殴られたら口割んのか。試されるのはてめえだ。話したけりゃ話す、殴りたきゃ殴る。それを決められるのは俺の意思だけだ。何を。ちょいとアゴヒゲの可愛い子ちゃんを待たせてんだよ。終わったら語り合おうぜ、拳でな。待ち上がれ。アイゼン、みんなにサレトーマを渡さないと。お前に任せる。でも船へ急ぐわよ、ライフセット。うん。サレトーマの花取ってきたわよ。助かったよ。で、副長は。喧嘩屋の精霊を追いかけてピューッと消えよった。その精霊ってザビータってやつだろ。なんで一緒に行かなかったんだ。海賊病のあなたたちを放っておけと。そうだよ、副長が危ねえんだ。精霊がザビータを狙ってるから。知ってんじゃねえか。こっちも精霊に出入りしてる商人から聞き出したんだ。ローライネでメルキオルってタイマシが大掛かりな罠を張ってるって。そんなとこに飛び込んだら副長もただじゃ済まない。メルキオルが動いてる。なぜメルキオル様が直接指揮でザビーダを。いえ、それよりこの子をメルキオル様に回収してもらえば清涼に戻れる。相手は特等タイマシよ。罠じゃなくても強敵よ。くそ、お前ら全然当てになんねえ。もういい、俺たちが助けに行く。あなたたちが行ったところで叶いっこありませんよ。
あんたは自分が危なかったら仲間を見殺しにすんのか。え、仲間を助けたいから行く。負けると分かってたって戦う。やるかどうかを決めるのは自分だ。それが俺たちの流儀なんだよ。短気な連中ね。誰も行かないなんて言ってない。え、副長と船長がいつ戻ってきてもいいようにさっさと薬を飲んで船の準備をしておいてよ。船長が？アイゼンが罠に飛び込む理由なんてアイフリードしかないでしょ。わかった、こっちを任せてくれ。ほら、あんたも。まったく、海賊は理不尽ですね。理屈じゃなく守りたいものがあるのよ。理解に苦しみます。さて、肝心のアイゼンの行き先だが。樹林でタイマ氏が言ってたローライネって何なの？ウエストガンド領の北方にあるタイマ氏の訓練を行う塔です。ベンウィックの情報とも整合する。そこね。きっとタイマ氏がたくさんいる。アイゼン、そんじょそこらのタイマ氏にやられるようなやつじゃないさ。死神を相手にする方も気の毒じゃて。うん、追いかけて合流だね。アイゼン、船の連中にサレトーマは飲ませたか？うん。そうか、礼を言う。この兵士はお前がやったのか？死んではいないようだが。俺が来た時にはこうなってた。ザビーダの野郎だろう。一人も殺さない流儀か。清涼はよほどザビーダを捕まえたいらしいな。だがあいつも罠だと分かっている。分からんのは俺を巻き込んだ理由だ。手を組む気がないならアイフリードの存在をほのめかす必要はない。罠と知っててなぜ行くのですか？確かめるためだ。アイフリードは死神の呪いを解く方法を見つけようと躍起になっていた俺に言った。無駄なことはやめろ。呪いの力を持って生まれたなら呪い事をお前だろ。自分の意志で舵を切れば死神だって立派な生きる流儀になるはずだってな。だから俺はバンエルティアに乗った。生きる流儀。たとえアイフリードが殺されたとしてもそれがあいつの意志の流儀の果てならそれでいい。だがあいつの流儀を踏みにじったとしたら誰だろうが絶対に許さん。誰だ？立ち聞きとは行儀が悪いな。内緒話ならお家でやんなって。ザビーダ、アイゼン、一緒に行くことはできないの？けじめをつけなきゃ手は組めねえ。ちっ、まあそういうことだ。わざわざ出てこんでもいいのに。わけのわからんやつじゃの。まったくね。アイフリード、あれが海賊アイフリード。アイゼン、久しぶりだな。生きてたんなら手紙くらいよこせ。お前、男に手紙出したことあるのかよ。弟以外には一度もねえな。弟？ああ、そうだったな。なぜだ、アイゼン。俺に弟はいねえんだよ。
下手な幻覚は。おとり役助かったぜ、副長。ザビーだ。出てきやがれ、ジジイ。メルキオル様。わしの二重現実を破るとはな。二度も同じ手食うほど間抜けじゃねえんだよ。以前逃したのは失策だった。今回はそうはいかんぞ。あ、私はなぜここに。意志が戻った。あれの力か。精霊をゴーマに。まさかそんな。死神の力が連鎖させたか。大した負の影響力だ。逃がすかよ。ワイバーンが来るぞよ。策士、策に溺れるってやつだな、ジジイ。溺れたのはどっちかな。おっ！なに？もう一匹は私がやる。ワイバーンを助けた。あっさり殺しやがって。それがてめえらの流儀かよ。素晴らしい、ジークフリート。まさに求めていた力だ。何？目的は達した。何をしやがった。待ちやがれ。奴らを追うぞ。チッ、ジジイのくせに逃げ足が速え。無事だったんだね、ザビーダ。俺はな。だがあいつ、それにこだわってたみたいね。特等大魔士が本気を出せば奪うことだってできたはずだけど。奪う必要はない。それに秘められた術式さえ読み取ればの。瞬きするほどの間に術の仕組みを読み取る術がある。あやつの得意技じゃ。引くときに目的は達したと言っていました。用途は用途知れぬが、別大陸よりもたらされた未知の技術を清涼は必要としておるのじゃろう。チッ、だったらその用途とやらをぶっ潰すまでだ。一つだけ聞かせろ。なぜジークフリートを持ってる。頼むって渡されたんだよ。大魔士部隊に刺激されてアイフリード捕獲作戦に駆り出された時にな。ザビーダも刺激精霊だったの。はあ、カノノシの領域で無理やり意志を抑えつけられてた。だがアイフリードが撃ったこいつの一撃で目が覚めたんだ。そっからのアイフリードとの喧嘩は最高だった。あいつ、人間のくせにやたら強くてよ。魂が震えたぜ。なのに、ジジイが現実で割り込んでアイフリードをさらっていきやがった。貴
気に入らねえんだよ、人の意思に小細工しやがって。なぜジークフリートではなくアイフリードを連れ去ったんだ？探してるお宝がこれだと知らなかったんだろうよ。その時はな、狙いに気づいたアイフリードは連れ去られる直前、ジジイの目を盗んで俺に起こしたんだ。これが俺の知ってる全部だ。信じようが信じまいが勝手だがな。ならいい。はあ、いいってお前。アイフリードは信じた相手にしか頼むと言わん。そうかよ。お前これからどうするつもりだ？探すさ、アイフリードを。こいつを返してあの時のケリをつける。けど残された時間はあまりなさそうね。察するにメルキオルはさっきまでジークフリートの正体を知らなんだ。それはすなわちアイフリードから何も聞き出せていなかったことの証じゃ。その必要がなくなった今、アイフリードを生かしておく必要はない。分かってんだよ、んなことは。アイフリードを救うというのなら共に戦えばいいじゃありませんか。てめえらとは手は組めねえな。どうして？てめえらは目的のためなら殺せる。あいにく俺は喧嘩屋でな、殺し屋じゃねえんだよ。どんな命も奪わねえ、そいつが俺の流儀さ。俺も海賊の流儀を変える気はない。流儀、譲れない大事なことがあるんだ。アイゼンにもザビーダにも。人間と同じように。